よろしくお願いします。山之内です。よろしくお願いします。お願いします。改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はですね。ズッキュン郵便局のユニフォームを山之内さんにもご着用いただいたのですが、はい、いかがでしょうか？やっぱパーカーって可愛いですよね。うんうん、で、このワンポイントここにズッキュン郵便局って書いてて、この赤のポイントに合わせて。 スカートもお靴も赤で着たんですけどやっぱりこのユニフォームを着るとアンバサダーを務めさせていただくんだなっていう実感が改めて分けますね。 ありがとうございます本当に赤いスカートよくお似合いですねありがとうございますちょっと今日はよろしくお願いします山内さんの気持ちも高まってまいりました一日アンバサダーとしてズッキュン郵便局 in 大阪を盛り上げていただくために、うん、今回はポスクマの仲間ポスミルクから、はい、ズッキュン郵便局 in 大阪アンバサダーの任命書を授与させていただきます嬉しいそれではポスミルクどうぞステージまでお越しくださいあらあら可愛い,い どうぞー。可愛 <laughs> い,い。ゆっくりで。ゆっくりで大丈夫ですからね。一生懸命来てくれました。はい、ではゆっくりあ。ありがとうございます。オッケーでは。はい。ポスミルクに代わって。任命書をちょっと読み上げさせていただきます。はい、ありがとうございます。任命書。 山内すずの記念をずっきゅん郵便局 in 大阪アンバサダーに任命します。2024年3月21日、ポスミルク。Z 世代を中心にぜひ手紙の魅力を広めてください。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます、はい。ありがとうございます。それでは任命書をお渡しください。はい、ありがとうございます。ほ <laughs> <laughs> あ,ありがとうございますスミルクありがとうミルさんありがとうでは山内さんアンバサダーに任命されたお気持ちお伺いできますかはい今回はズッキュン郵便局イン大阪のアンバサダーに任命していただき本当にとても光栄に思います精一杯勤めさせていただきたいなと思っておりますこの実際に自分で書いて 送るというこの手紙の素晴らしさだったりだとかこう大切な人に思いを届ける素晴らしさをこのズッキュ郵便局を通して伝えていければなと盛り上げていければなと思っておりますよろしくお願いしますありがとうございます <laughs> 一緒に盛り上げてまいりましょうはいそれでは任命式はこちらで終了とさせていただきますありがとうございます ではここからは山之内さんのズッキュン郵便局 in 大阪アンバサダーの初仕事といたしまして、はい、ズッキュン郵便局でできる体験や販売されるグッズの中でも山之内さんおすすめのものをご紹介いいただければと思います、はい、では山之内さん今回新たに追加されたコンテンツペタペタワッペンで自由にワッペンを組み合わせてオリジナルグッズを事前に作っていただいたんですよね。そうなんですすよちちょょっっととお見せいただけますか でこうパーツを組みみ合わせてて作作るワッペン作ってみました本当にワッペンのこのパーツの種類もすごく多くてもう悩んでるだけでワクワクしちゃってすごく楽しかったんですけどこのお気に入りは今回のこのイベント限定のこれがブルーと赤ですごくかわいいのでこのチャームも青色に。 しましたね、この自分のイニシャルの「S」も入れてるのであのこれをバッグにつけて、あのー、誰にも間違われないように <laughs> うん、うん、私のだよっていうアピールをこのかわいいワッペンでちょっとできたらなと思って気に入っておりますハ、うん、ートのモチーフもそして色合いもとってもかわいいですね。ね 可愛いいありがとうございます嬉しい、はい、他にもですねたくさんのグッズの中から事前にお気に入りのものを選んでいただいたんですよね。はい、そうなんですよ本当に可愛いグッズたくさんあるんですけどこの今回私のお気に入りのグッズはこのステッカーですこう本当に可愛いワッペンがたくさん入ってるんですけど私よくあのステッカーをスマホのカバーのこう裏に挟んだりしてるのでそ,のそこにも入れたいなっていうのともうさっき あの最近買った新しいノートの表紙にこのワッペンまた貼ってきまこのワッペンじゃないこのステッカーももう貼ってきました早速ですね <laughs> はいなんでも貼るでもいいし飾るでもいいし挟むでもいいし本当にいろんなところで使えるんじゃないかなっていうここのズッキュンって書いてるこの青地に青ピンク字に赤字で書いてるこれもものすごく可愛くてお気に入りですどれも選べないいくら本当にあの 結構存在感が出ると思うのでこのピンクとブルーのこの色味がとっても可愛くって超お気に入りですありがとうございますこちらこの大阪開催で新登場したグッズなんですよね、うん、もう本当にぜひ皆さんこれちょっとねゲットしてくださいとお揃いとかねね、このロングとショートとあるんですけど、はい、私の仲いい友達がこんなロングで私のイメージもともとやっぱボブ ね、のイメージがあったと思うんですけどちょっとこれ鈴っぽいなと思って <laughs> 確かに髪型、ね、もそうこれなんか2年前ぐらいの山の内っぽいなと思って。<laughs> それも相まってすごく気に入ってますステッカの中に山内さんがいらっしゃるかもしれないちょっと自意識過剰な感じにはなるんですけどこ、はあ、<laughs> ちらも探していただきたいですねありがとうございます最後にですね <laughs> もう一つありますズッキュン郵便局にご来場いただいたお客様の中で、はい、会場内で撮影した写真または感想にハッシュタグズッキュン郵便局をつけて SNS に投稿いただいた方にプレゼントする、うん、ズッキュンドリンクなんですこちら飲んでみたくないですか <laughs> 飲んでみたいですいいんですかぜひで やっただ、はい、からもうこのストロー置きかわい可愛すぎますよだからこっちもここまでのこだわり <laughs> ここまでハートですね <laughs> やっぱもうこのねパッケージがやっぱりかわいくってこちらズッキンユーニューンクリン大阪のロゴをあしらったものになっているんですはではどうぞ飲んでみてくださいありがとうございますストローもハートハート尽くしピーチの香りがもうねすごいですいただきます シュワシュワやシュワシュワあ、ビタンさんちょうどいいシュワシュワピーチですねこれは、うん、ピーチソーダね色合いもね春っぽくてねこれをもってまた写真をさらに撮るのもいいですねまさに写真映えしそうですよね写真撮って SNS に上げてこちらのドリンクももらってまたたくさん写真いっぱい撮ってくださいはい、ぜひ皆さん SNS シェアねお願いいたしますおいしいさあこれ後でちょっとゆっくり飲んでくださいね今飲んでら大丈夫です、はい <laughs> こんなところでガチで飲むなっていう話ごめんなさい <laughs>、ね、飲み切りたくなっちゃいますね <laughs> さあズッキー郵便局では他にも SNS で人気のイラストレーターが書き下ろしたポストカードをはじめとした文具や T シャツなどさまざまなオリジナルグッズも販売しておりますはい。他にも体験コンテンツをたくさんご用意しておりますがその中でもハート型の告白レターに推しや好きな人への思いを書いて飾ることができるコンテンツを今回山内さんにもご参加いただきました はいこれが好きな人ということで私はちょっとあのファンの方々に向けて書かせていただきました一番乗りはいこちら後ろにかけてありますねもうキラキラのシールもつけちゃってちょっと目立つように <laughs> 書かせていただきましたこちら読んでみていただけますかはいこちらはいつもありがとううここれからも自分の幸せを大切に生きていこうねと書かせていただきました。うん こちらどんな思いで書いていただいたんですかなんか今やっぱり推しってみんないると思うんですよいる方すごく多いと思うんですよ私はねあのありがたいことに押していただく機会がねあったりもするんですけどその私は自分の幸せを大切に生きるからその幸せの対象を山の内にするでもいいけどそこに山の内だけにするのではなく 山のかから派生するいろんなもだだったりだとかそういう自分自身の幸せっていうのを大切に生きてねっていうのをずっと言い続けててなのでもうあの日常生活にが充実して誰のことをもう幼くなって推しがいなくなってもそれはそれでいいと思ってるのであの辛い時の心の拠り所が山の内であってくれたらすごく嬉しいし。 そこから回復して山内のことを忘れちゃってもそれはそれでその子にとってすごく幸せなことだと思うので自分の幸せを一番に生きるんだよっていう思いを込めて書かせていただきました、はい、自分の幸せ大切ですよね大事ねぜひ山内さんのメッセージも確認してほしいですこの物販体験コンテンツの詳細は公式ホームページからもご確認いただけます 本日アンバサダーの山内すずさんにこちらのハート型郵便ポストの第1号投函 <laughs> 者になっていただこうと思います嬉しい。はいこれからのシーズンまさに出会いと別れの季節ですよねそんな季節にぴったりのテーマを今回ご用意してまして大切な人に思いを届ける、はい がテーマです山内さんも思いを届けたい方への手紙、はい、事前に書いてきていただいたんですよね書かせていただきました今回どなたに書いたんですか私あの中学の頃からの同級生で上京してからもずっと連絡を取り合ってる友達にちょっと書いてみました、うん、ちょっと良ければ内容を教えていただけますかこれ本当に本当に昨日の夜にもう ね、こういうい公式な場で発表するっていうのを全く考えずに書いた文章なのであまりにも本当にちょっとプライベート感が強すぎるんですけどぜひお願いしますちょっとお恥ずかしいんですけれども「えー、長いこと仲良くしとるけど手紙書くの初めてやから変な感じするけどいい機会やから書いてみるね」ちなみに今は3月20日,20日の21時あのあゆ子って言うんですけど友達。 あ,あいうこと電話しながら書いてるよっていうあの本当に昨日も電話してて昨日も一昨日もその前も電話してるんですけど毎日電話してて電話しながらあのバレないようにこそっとこう書いてたので多分びっくりしてると思います今。器用ですねねね電話しななら <laughs> もう10年になるの、ね、早い、ね あゆ子が作ってくれたお誕生日ムービーに号泣した日のこととか一生忘れへんな鈴が20歳になった瞬間あゆ子が泣いてたのもようわからへんしけど幸せなものやなとしみじみ思ったよほんまに死ぬまで電話してようなかわいいおばあになろうな誰よりも鈴の気持ちに寄り添って鈴より怒ってくれたり悔しがってくれたりつらい時一緒に感じ取ってくれて感謝しかないよね本当にまああとは電話で話そうやと次は多分26日にします 鈴よりということで <laughs> またすぐお会いする予定もはい <laughs> <laughs> すぐ電話するんだ私はもうちょっとなんか改めてお手紙を書くっていいなって思いました、うん、普段なかなかね口にできない気持ちがたくさんこもってましたね、うん、そうなんですよねなのでちょっとこれをきっかけにまた昔の話を振り返って二人でしてみたりだとかまたこの機会がちょっと私とその友達にとってすごくいい思い出になるなと ちょっと本当に今しみじみしております。読み <laughs> ながらね、しみじみしちゃいました。はい、さあ、こちらの手紙。ふんわり香りレターとして、実は香りを添えて送ることができるんです。よねすごいですよね、これね。ね<え>。こ<れ>ちょっと実際やってみましょうか。はい。はい。今回香りを選んでいただきました。はい。私はこの星降るベランダでという。 香りを選ばせていただきました。8種類ぐらいあるんですよね。はい、こちらね会場の私から見て右手、皆さんから見て左手にご用意がございますけれども、これどんな香りなんですか？これはラベンダー。ラベンダーでしたっけ？なん <laughs> か本当にいい香り。もういろいろ全部嗅いでみて、一番好きな香りだ。 ってなりました <laughs> じゃ直感で選んでいただいたということですねじゃあちょっとやってみましょうまずはですね、はい、この香りをカードに垂らします、はい、香りレター用カードという、はい、カードがまた可愛いこれもハート型で、はい、こちらもたくさん種類がありまして選ぶことができますではここに一滴垂らします慎重にはい、はい、思いを込めて、はい、ありがとうございますの香りを逃さないように、はい きちんと包んで、はい。ではテープを剥がしまして、はい,はい。香りを封じ込めます。密封できました。きました。はい。それではですね、最後にこの封筒に入れていきます。はい、ここですね。はい。こちらも封筒に封をしていきます。はい。あ、そうだ。はい。ではこれで当館の準備が整いました。よっしゃ。うん 結構簡単にできましたあっという間ですね。この工程も楽しい。どんな香りがいいかな細の紙がいいかなって言って楽しい。本当思いがこもった香りがねする手紙ドキドキですよね。はい。早速お手紙投函していただくんですが、今回この切手なんですが、今お手元にあるものを見せていただけますか見てください、この可愛い切手。切手まで可愛いんですよ。でこの切手もここで体験できるズッキュン切手ガチャっていう 後ろの方にあるんですけれどもあちらでガチャを回して出てきた切手でございますこちらもすずさん体験されたんです、ね、はいイベント始まる本当についさっきガチャ回させていただいてこれもイベント限定のデザインということで超かわいいですね,ねお相手の方にも喜んでいただけそうですよね,ね嬉しいですよねこんなかわいい切手でもらえたら <laughs>、うん、かわいいでは山内さんに手紙を投函していただきます いってらっしゃい投函できました届け第一号でしね嬉しい皆さんありがとうございますありがとうございます さあ、ただいまからはですね、ズッキンお手紙トークと題しまして、手紙にまつわるさまざまなお話を山内さんより伺ってまいります。ズッキンをテーマに質問いたしますので、はい、事前に記入いただいたフリップを持って回答してください。はい、それでは一つ目の質問です。お願いします。これまでもらったお手紙で最もズッキンとしたのはどんな手紙ですか。はい、ではお手持ちのフリップ表に返して教えてください。はい。 小さい子からもらったファンレターにもうずっくんしました。もうこのファンレターをねいただくって本当にありがたいことなんですけど、毎回こう読ませていただいてるんですけど、本当にあのお母様がアテナとかを一緒に多分書いてくれたような封筒で中開けたら似顔絵が書いてあってで。 もうこれが人生で初めてのファンレターやともうその3歳4歳くらいの子なんですけどテレビで見かけてくれていいなって思ってくれてその子がこのお姉さんにお手紙を届けたいってその気持ちが何より嬉しかったのと初めてのファンレターを頂い,いちゃったっていうもずっきゅんですよね。ね 本当にこの思いが形になって残るっていうのがもう、うん、嬉しい、ね、本当にもうなんか泣きそうになりましたうんもうこんなにそういう機会があるとやっぱりこの仕事続けててよかったなと思うしこんなにこう誰かの初めての、ね、ファンレターを書くっていう行動をやったりやとかにつながると思うともっとこう責任感を持って大事に大事にお仕事していこうって改めて思えたのですごく嬉しかったです。 これ山本さんにとっても一緒の宝物になりましたね。はい、続いて2つ目に参ります、ねはい、思わずもらったらときめくような憧れのズッキュンお手紙シチュエーションを教えてください、はい、はこれはもうドテーマやと思うんですけどフリップをお願いします卒業式の日放課後に渡される手紙体験したかったですね。この ね、これが実際されたっていう思い出があればもっと良かったんですけど全くなかったからなんかこういう淡い青春,淡い青春みたいなちょっと高校ちょっと離れるからまたちょっとしばらく会えへんくなるかもせえへんけどちょっとどうしても思い伝えたがってみたいなちょっと言われる言葉まで想像されてるんですよね <laughs> 妄想だけは上手なんで <laughs>、ね、でも本当学園ドラマみたいですよね。ね なんかどうしてもそういう経験って大人になってもう絶対戻れないじゃないですかあの瞬間にはそうなると特に強くなってくるこの思いどうにかタイムスリップしてどうにか誰かねラブレターくれへんかなって <laughs> 思いますねいやもう本当それ本当に実際あったらズッキュン最高ですね最高一生語り継いでいきます,本当です、ね、もう一生の自慢になるのに <laughs> ありがとうございます,います最後の質問でございます、はい、もし山内さんが逆にですよズッキュンとさせるラブレターを渡すならどんなシチュエーションですかこれめっちゃいいの思いついたと思ってますじゃあこちらお願いします <laughs> 見つからないようにカバンに入れる <laughs> <っ>これもうだから家で書くじゃないですかラブレター思いを綴る ちょっと普段は口ではちょっと恥ずかしくて言えへんけど手紙やからこそ書けるみたいなことをこう自分の思いを書いて当日渡すのもちょっと恥ずかしいしちょっと反応見るのもちょっと怖いしやからこうデートとか行った時にこそっと入れとく忍ばせとくで帰った後連絡取りながらちょっとカバンの中見てみてやって,ってちょっとこれ難易度高めじゃないですかこれ実は 入ってたんですわっていうラブレッド…あ、違う違いますよ。私はもらもらったことないですよ。あの、実は手紙に入れてたんですっていう。サプライズ。もうサプライズ感満載。これ気づいていただけますかね言う。言う直接言っちゃう。ちょっと見てみてって、もう気づかへんかったら言う。<laughs> これやりたい。ねじゃその後、手紙に帰ってきたりしてもいいですよね。最高ですね,ね。また忍ばされたり、逆に。ね、うわ それでねその現物残せるからそれが2人にとってもいい思い出になるしこれは素敵ですねちょっとこれは実行してみたいですねいい色思いついちゃったから。 <laughs> 今からいただく方は今の聞かなかったことにしてはい聞かなかったことにはい、ぜひサプライズ楽しんでいただけたらと思いますいや <laughs> まだまだお話を伺っていきたいところではございますがここでお時間となりましたので最後に山内さんからズッ郵便局に参加したコメントをいただきたいと思います山内さんいかがでしたでしょうか今やっぱりこう SNS だとかテキストだとかでいろいろと遅れる時代にはなってますけど改めてこう自分の思いだったりが字に ちゃんとと反映されると思うのでそういうあめっちゃ丁寧に書いてくれたんやなとか何回も間違えながら何回も何回も書き直してくれたんかなとかそういう背景が想像できるようなこういうお手紙って本当に素敵な文化だと思うので是非皆さんここに来て楽しいガチャだったり何だったりいろいろあるので体験しながら大切な人に手紙を送ってみ,たお送って,みてはいかがでしょうか。 ということで、本当にあの私もちょっと今まで以上によりいろんな友達だとか大切な人には自分の字で伝えられたらなってすごく感じました。もう本当にあのここ来るだけでもすごく楽しいので、あの大阪に来られる予定のある方はぜひこちら来てみてください。短い時間でしたがありがとうございました。はい、ありがとうございました。